ライトウェーブ2023に対応したアンリアルエンジンバージョン後対応のアンリアルブリッジツールが公開されましたアンリアルブリッジツールはライトウェーブのオブジェクトやライトカメラといったシーンの情報をダイレクトにアンリアルエンジンへデータを渡すことができるツールですアンリアルブリッジツールはライトウェーブ2023のインストール時に サードパーティーサポートフォルダー内へインストールされますので、アンリアルブリッジツールのプラグインである、ライトウェーブブリッジフォルダーを、アンリアルエンジンのエディターフォルダー内へコピーします。次に、コピーしたライトウェーブブリッジプラグインをアンリアルエンジン側で認証します。アンリアルエンジンを起動します。 ライトウェーブブリッジ、プラグインを認証させるため編集からプラグインを選択します検索フィールドに「ライトウェーブ」と入力するかインストール済みを選択して「ライトウェーブブリッジ」を表示しますチェックボックスをクリックして有効にします 再起動を促すメッセージが表示されますので、今すぐ再起動をクリックして、アンリアルエディターを再起動します。次に、レイアウトを起動します。アンリアルとやりとりするため、オブジェクトを追加します。モデルタブ、作成グループ、ジオメトリーから、 地面を選択してオプション画面を開き、幅と奥行きを10メートルと入力して、OK ボタンをクリックして、10メートルの地面のオブジェクトを作成します。次に、同じメニュー内のある球を選択して、オプション画面を開き、デフォルトの設定のまま OK ボタンをクリックして追加します。 追加したオブジェクトを Unreal へ渡すため、Unreal Bridge を表示します。IO タブ、b リッジグループアンリ Unreal Bridge を開くを選択します。Unreal Bridge 画面が開きますので、接続をクリックします。Unreal と通信が行われ、問題がなければ、 グレー表示になっていたオプション項目が表示されますこの動画ではオブジェクト以外にもライトやカメラもデータを渡しますのでアイテムを送る項目をすべてにへ選択しますレイアウトとアンリアルのやり取りをリアルタイムに行うのでライブ同期をクリックして有効にします アイテムを同期も同様にすべてを選択しておきます続けてマテリアルを上書きとアニメーションのベイクも有効にしておきますここまで準備ができたら「送る」をクリックして「アンリアル」へデータを送りますアンリアルへ移ります 不要なデータを削除します。レイアウトで作成したオブジェクトがアンリアルで読み込まれているのが確認できましたレイアウト上で旧オブジェクトを選択して移動してみましょうレイアウトで移動したオブジェクトが アンリアル側でも動いているのが確認できます。カメラビューに変更し、アンリアル側でもカメラビューに変更します。レイアウトでカメラのアングルを変更します。 カメラの情報もアンリアル側で確認することができます。次に、オブジェクトにキーフレームを作成してみます。作成できたら、フレームスライダーバーを動かして、アニメーションを確認します。 アンリアル側でもキーフレームアニメーションを確認することができました。次に、マテリアルを変更してみましょう。色を変更します。アンリアルとのやりとりを行う場合、マテリアル情報を正しく渡すために、 アンリアル用のマテリアルへ変更しておくことをお勧めします。地面のオブジェクトにテクスチャを貼り付けます。画像をノード編集上にドラッグ＆ドロップすると、適用するノードを選択する画面が表示されますので、イメージを選択してはいをクリックしてノード編集上に読み込みます。 読み込まれたノードを Unreal ノードのベースカラーに接続します。ビューを VPR に変更して確認します。もし Unreal 側で更新されないようでしたら「送る」をクリックして情報を更新してください。 Unreal 側でテクスチャを確認することができました。LightWave で作成したデータを、Unreal へ簡単にデータを渡すことができるようになります。他にも、ボーンアニメーションもデータを渡すことができます。このシーンは、ボーンのアニメーションになります。 アンリアルブリッジ画面を開き、アニメーションのベイクが有効になっているのを確認して、送るをクリックしてデータを送ります。続けて、アニメーションシーケンスを送るをクリックしてアニメーション情報を送ります。アンリアル側へと移ります。 画面下のコンテンツドロワーを開くとライトウェーブアニメーションのサムネイルが表示されているのでダブルクリックして開きますコンテンツドロワーを閉じるとシーケンサーが開いていますのでリストの中からオブジェクト名を探し名称の隣のプラスをクリックして表示されるリストからアニメーションを選択して 表示されているアニメーションシーケンスを選択します。シーケンサーのスライダーを動かして、アニメーションを確認してください。ボーンのアニメーションも、アンリアルブリッジを利用してデータを渡すことができます。 アンリアルブリッジツールに関する詳細については、ライトウェーブ2023日本語版新機能ガイドのアンリアルブリッジの章をご参照ください。